どうでしょう。あと10秒です。超くんなよ。そうなのよ。あきみさんどうですか。やっぱお尻聞きました。こんにちは、あきみまにです。本日ご紹介するのはヒップのトレーニングになります。今回はいつも私が来ているジムに来てるんですけれども、私もあんまりよくトレーニングのことわからないので、担当してくれるレイシーを呼びたいと思います。レイシーお願いします。はい、はい、どうもこんにちは、レイシーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということですね、今日はヒップですね、普段あきみさんもね、ジムでトレーニングするときはかなり力の入れているエリアの一つですよね。はい、はい、ということで、今日はかなり効果的に効かせられる、お尻のトレーニングを3種目ですかね、で、まず一つ目が片足でのね、サークルっていうシングルレッグって書いて SL ってもう略したんですけど、SL サークルっていう動きがあります。これは片足ずつ攻めてまいります。2種目目が、ダイヤモンドリフト、これも名前だけ聞いてもちょっといまいちイメージはつかないかなと思うんですけど、これもねかなり少ない準備でできちゃう教えの種目ですね、で3種目目が SL シングルレッグですね、片足のブリッジっていう動きです。この3種目で今回は構成していこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、みんなも見てないでちゃんと一緒にやってね。はい、ということでですね、まずこのお尻トレーニングの1種目目 SL シングルレッグのサークルという種目なんですが、まず、あきみさんのこのポーズからスタートしたいんですが、手をついて、でもう片方は床に面している方の膝を曲げまして、今この感じですね。このポジショニングがちょうどいいです。で、ここからお尻を一気にグーッとできるだけ高く突き上げてください。そうです、そうです。そうすると、この床に面している方のお尻も押し上げるための力を発揮しますんで、一石二鳥を狙っていけます。下のお尻と、今度は上の方の足ですね。天井向いてる方の足を、そうそうそう、このようにぐーっと、床に対して平行になる高さまで上げてください。そうしましたら気持ち大きすぎないぐらいの円を丸を描いてほしいです。左回りで30秒間、反時計回りでまた30秒間で、合計1分間を、目指していきたいかなと思います。ではいきます。よーい、スタート。そうです、そうです、そうです。しっかりと円を描きたいので丸をしっかり作り上げましょう。そうです、そうです。特に上に上げて後ろにこう引くときにちょっとお尻がさらにギューって頑張るかなと思います。と、もう今半分来たのであと15秒、どうでしょう。結構効きますか。下げたらダメなんですよ。そう、下げたらダメ。そう、平行より下げたらダメです。3秒前です。2、1、反対回り行きましょう。そのまま行きます。そのままできる限り行ってみましょう。よいしょ、そうです。今度は反対回りです。ここめっちゃ効く。そう、もうお尻ピンポイントに効くかなと思います。で、やりながら、30秒はあくまでも目安になりますので、10秒でもいいですし15秒でも、自分にとっていやこれ以上はできなせんっていうところまでいけたらいいかなと。はい、あと5秒。4、3、2、1、はい、リラックス。こっちも来んなよ。そうなのよ。そうなんですよ。そっちも結構頑張っちゃうのよね。やばい。で、これで、ちょっと休んでいただいて、ちょうど反対の足も同時にいきましょう、では反対の足いきましょうか、では参りますね。よーい、スタート。そう、最初は時計回りですね。いい感じです。足が平行よりなるべく落ちないように頑張りましょう。そうなんですね。で、しかもここでね、さっきやった足がね、もう結構疲れているのにもかかわらずまだ頑張るのかいと。そうだね。下のついてる方もちょっと悲鳴上げちゃうよね、残り5秒前になりました。4、3、2、1、反対回りいきましょう。はい、はい、どうぞ。さあ、ここの後半がもう限界に近いところで、どれだけ頑張れるか、自分を
押していけるかどうかはもう辛い自分の心の戦いっていうのもあるんでね、体を変えるっていうのはね、そうフィジカルなところだけじゃないんですよね実は。と言いながらもあと10秒です。あ、長い。はい、頑張って。ラスト5秒前です。4、3、2、1、OK でございます。ということで、はい、次の種目参りましょう。はい、2種目目ダイヤモンドリフトっていう動きになります。はい、まずうつ伏せになりたいかなと思います。はい、で、ここでこの肝心なダイヤモンドっていうのを作りたいかなと思います。足の裏と裏を合わせてみましょう。で、そうですね、合わせるために膝を外に開かなきゃいけないっていうのがあります。で、これだけでももう今見てわかるようにお尻が結構もう頑張る準備入ってるぐらいギューンってなっているかなと思うんですが、ここで上から見るとお尻からかかとまででこのひし形ができるので、これでダイヤモンドと呼びます。で、このダイヤモンドを持ち上げましょうっていうのでダイヤモンドリフトっていう動きになりますので、もう厳しく唯一浮くのは膝なので、この膝だけを床から一回上げてみましょう。どうぞ。そう、これだけでお尻は目いっぱいギューッとなりますので、これを連続して参りたいかなと思います。今回ここでは20回と設定してちょっと多めに設定しますが、まあこれも皆さん微調整かけていただいて5回でも10回でもいいので、自分にちょうどいい回数をやってください。はい、では参ります。よーい、スタート。1、降りる。2、3、4、5、6、7、8、9、10で上げるときに膝が閉じやすくなるんで、なる閉じないように上げてみましょう。そう、12、13、4、5、6、17、18、19、最後20。 OK、 いいですね。はい、で、まあ慣れてきた人とかもうちょっと上級者なのであれば、例えば20回やった後の20回目に10秒間キープっていうような、はい、工夫も、うん、あ、いいかなと思います。では2セット目でございます。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、膝だけ上げて、4、5、6、7、8、9、20回。素晴らしい。やっぱこう上げる時のコツとしては、しっかりこの足の裏って離れやすくなったりするんで、ここはしっかり押し合わせるようにしてください。なのでここは離れないようにしているいただくためにタオルを挟んでみたりとか、何か相手もこう足の裏と裏の間に置いてあげるとよりいいかもしれないですね。そうすると自然と離れないようにっていう意識が高まります。では最後、3セット目入ってみましょう。でちょっとスパイスをかけて最後の20回目で10秒キープ狙ってみましょうね。はい、では参りましょう。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、いいペースです。13、14、15、16、17、18、19、最後10秒間キープです。2、3、4、5、6、7、8、9、 OK でございます。休んでください。はい、はい、あきみさんどうですか。痛いっす。やっぱお尻効きました。3種目目がブリッジっていう動きでして、はい、仰向けで一応ちょっとやってみましょう。今日片足で行いたいかなと思いますので、片方の足、左足を伸ばします。手は横に添えます。で、この体勢でできるだけ高く押し上げてみましょう。そうです、これを5秒間キープして5回繰り返します。5秒キープ、5秒キープです。で、
一つ注意点としてが腰が反れやすくなるので、押した時に腰が反ってしまうと、あ、腰が痛いっていう人も中にはいますので、その時お腹をギュッと締めて腹圧をかけながらやっていただけると、よりお尻に効かせることができますので、そこだけ意識していきましょう。では本番に入りたいかなと思います、はい、では左足を浮かせて右足から参ります、はい、1回目からいきましょう。目いっぱい高くいって押し続けて5秒間、5、4、3、2、1、降ります。 OK、 ではいきます。2回目、せーの、えいっ、で5、4、3、2、1、降ります。そのまま3回目、せーの、3、2、3、4、5、降りてあと2回いきます。4回目です。レディーゴー。2、3、4、5、降りてラスト5回目、レディーオッス。2、3、4、5、オッケーっていうような感じで、結構お尻がだいぶ入ったんじゃないかなと思います、はいはいはい、皆さんはどうですかね、お尻だいぶ燃えてるんじゃないかなと思います、うん、反対側も行きましょう、はい、では左足行きますね、はい、よーいスタート。押し続けて1、2、3、4、5、降りて2回目、えい、2、3、4、5、降りて3回目、3、2、3、4、5、降りて4回目、押し続けるマックスで、もっともっともっとで、骨盤が傾かないように、1ダウン、降りてさあラスト、よーいよいしょ、5、4、3、2、1、 OK でございます。はい、お疲れです。どうだったどうだったって、まあ普通に多分きついと思うんですよ、うん、そうきついと思うけど、きついと思ってその後3回頑張ってやってみると次の筋肉痛とかになったりとかするので、うん、ちなみにね、筋肉痛が来なくても効いてないわけではないから、うん、聞いた、そうなんだ、うん、そこに関しては結構不安になる方いたりするんだけど、そもそも不安にならなくて大丈夫、やることが大事なんで。ということで、いかがだったでしょうか。この動画がいいねと思ったら、いいねボタンと登録の方もお願いいたします。何かありましたらコメント欄までどしどし書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。まだファンデータお待ちしております。お待ちしております。切実に。バイ。